こんばんは。こんばんは。あ、すごい、ハロウィンのスタンプみたいなのある、かわいい。 SK48 チーム E の高畑ゆきです。毎週金曜日にショールーム配信しています。今日もよろしくお願いします。こんばんは皆様。こんばんは。お、すごい、お菓子が降ってきた。ハロウィン限定ですね、これは。きっとかわいらしい。よろしくお願いします。お菓子を握りつぶす。こんばんは。いっぱい降ってきた。チョキチョキチョキこんばんは。ハロウィン高畑で、うまいね。いろんなスタンプ、お化けとかある。すごい、いろんな限定だから、いろんなのがありますね。次はどうせあれでしょ、クリスマスでしょクリスマスは雪が降ってサンタとか降ってくるんじゃないかな皆さん、ジョーラジ聞いてくれた？今日はね、スペシャルな回です。今週は香川にチームエースの鈴木梨花ちゃんがゲストで出演してくれてます。今日放送だったので、ピオちゃんから初めて聞いたこととか、ピオスについての話が多めですけど、ラジオでいっぱい話してくれてるので、ぜひラジコで聞いてください。でラジコで聞いた後は YouTube も公開されてるんで、 YouTube の方も見てください。そう、香川でピオタニゴンが揃いました。なんとなんと、ピオちゃんが香川にやってきたって感じですね。ぜひぜひピオちゃんのファンの皆さん、SK ファンの皆さん、 SK ファンじゃない皆さんもぜひ聞いてください、見てください。ついに、そう、ついに瀬戸内から来ました。ありがとう瀬戸内。あ、じゃあジョンラジ聞いてね瀬戸内の人はね、絶対条件、ジョンラジ聞いてねこんばんは。すべてチェックした、ありがとう、嬉しいです。ピオスの由来初めてしましたね。私も初めて、多分初めて聞いた。ピオスのことがもっともっと知れると思う動画になってます。あとすごいね、めっちゃ子供のように楽しんでた。ジョンラジ、ぜひ FM 香川さんのでお聞きください。 FM で聞けるので、 FM が聞けないよって方はラジコのアプリで無料でね、登録していただければ、聞けるので、ぜひ。最初30秒とかまでは無料で聞けるけど、あとはね、登録しないと聞けないので、そこでも簡単なんでね、ぜひ聞いてください。あ、歯医者行きたいな歯医者行きたい。ラジコ、そう、ラジコ。照れるピオス見れたね。まずそのラジコで聞いて、ジョンラジ見てくれたら多分わかる。ジョンラジじゃないわ、ジョンナランチャンネルの方見てくれたらちょっとわかるんですけど、あのね、ピオちゃんすごい照れてたすっごい照れてました。ピオちゃん恥ずかしがってた。なんかラジオ収録してて思ったけど、すごい楽しそうでした。もう終始子供のように3人で楽しみました。女子旅みたいな感じでした。来週もピオちゃんは登場してくれるので、ピオちゃんをね、どこかに連れて行ってます、私たちが。なので来週も聞いてください。そう、今回はですね、まあ前回リモートの出演してもらったんですけど、ピオちゃんには。でそこで、じゃあ次は香川に行くっていう約束をね、そこでピオちゃんとみんなしたので、じゃあ今回記念すべき1回目は鈴木梨花ちゃんにしようってみんなでお話をして、そうなりました。なのでこれからまあ1回目があれば2回目もある、3回目もあるってことでだと思っております。なのでね、いろんなメンバーが出演してくれると思うので、楽しみにしててください。記念すべき1回目はピオちゃんです。
お、ジョナジ聞いてたよ、ピオタニゴン、ありがとうございます、嬉しい。よかったらピオタニゴン聞いてからのお便りとかもお待ちしてますので、ぜひぜひメッセージ送ってください。日曜特化行くよ、高田さんに会いに行くよ、ありがとう、嬉しい。ハロウィンですね、今日衣装着てきました。ちょっと不安だったから衣装合わせに行ってきた。本当はそういうのないんですよ衣装合わせとか本当はそういうのないんですけど、今回衣装をお借りするので、ちょっと入らなかったら困るなと思って、今日ちょっと衣装を事前に合わせてきました。本当はないんですけどねでも入ったんでぴったり、ラッキーって。ショールーム見て2年だよ、ありがとうございます。2年も見てくれてありがとうございますハロウィン、あ、そうそう、衣装っていうのはね、ハロウィンです31日はハロウィンの衣装を、お借りしました、衣装さんに。で、11月の振り返りの埼玉の日ですかね、ん間違えたかもしれない。11月にちょっとツイッターの方に載せてるんですけど、11月の、あ、最後ですわ、最後のあの土日の土曜日に衣装を着させていただくことになって、これはもうゲットしてるんで、誰とも被らないある衣装を着させてもらうので楽しみにしてください。私も楽しみですもう大切ってか準備早すぎてもう来月の最後の方の衣装の手配もしました。埼玉は猫になります。そう、猫になります。もう本当私は、あ、これなりたい、これしたいと思ったらすぐね行っちゃうんでそう、猫になります。なんでぜひみんな浴衣着て、猫だね、埼玉の振り替えの日は土曜日が浴衣で、日曜日が寒いから猫になります。これもちょっと自分の中でイメージがついてるので楽しみにしててください。待ってます。もう今年多分会えるのはその日、今発表されてる日程しかないので、ぜひ今年の締めに遊びに来てください。来年もきっとあるけどね、今年は最後かもしれません。冬のふわふわデート服ね、これは愛知の最後の2日間の日曜日、もういっちゃん最後ですね、いっちゃん最後、今回のシングルのいっちゃん最後の日にふわふわデート服っていうテーマで、もう私が理想の女の子、こういう女の子とデートできたらいいなっていう、かわいいっていうのを想像しながらコーディネートしようと思うので楽しみにしててください。劇場で会えることを信じてますね。劇場も12人になるので、12人でしたっけ、12人か、来月から覚えなきゃ。もう私の頭の中は今8人公演のままです。あ、そりゃそうだよね、早いうち覚えないとね来月行けないのでごめんなさい。そうなんですね、悲しいけど、いっぱい写真送ります、いっぱい SNS 上げます。そしてまた絶対会いましょう。オンライントーク会は私はオンライン写真会ですよね、オンラインチェキは私は生誕 T シャツと花冠絶対着たいなと思って、何か記念に残るような
ね、セーターティーと花冠して、花冠をしてちょっとなんか映えさせたいなっていう。咳大変そうですね。そうなんですよ、もう治んない。まだ100日経ってないのでね、そろそろ治ってくれてもいいんだろうけど、あと20日とかは、あれどうなんですかね、100日咳って本当に100日咳続くんかな。まあ言うて絶賦の時からなんで、絶賦もう2ヶ月3ヶ月ぐらい、2、3ヶ月ぐらい経つのかな、8、9、10、まあ2ヶ月ちょっと経つんですけど、あと1ヶ月ぐらい経たんかったら治らん気がする。ね、早く治ってほしい。原因は分かんないです、不明、不明って言われました。不明ってことある？まあけど全然自分自身は元気だし、肺の、肺も悪くなかった、綺麗な肺だったし、ただ原因は分かりません。なので自然にほっとくと治るものってみたいな感じで言われたから、うん、まあって感じ。オンラインはか冠とセータンティーならセータンティーキー、お、一緒に来ましょう。一緒に来てお揃いで、ぜひぜひ。咳止め飲んでます。咳止めは毎日ちゃんと飲んでるんですけど、これがすごいのが、絶賦の時から飲んでるんですよ、ずっと。けど一向に良くならなくて、薬も変えたんですけど良くならなくて、不思議ですよね。だから多分そう、いつの間にか咳止まってるかもしれないって言われたんですよ。だからその咳をする癖がついちゃったとか、喉に違和感がある癖がついちゃってるかもしれないからって言われたから、もうちょっとよくわかんないんで、とりあえずもう治るまで待ちます。お、一緒な人いた。多分ね、気づいた頃には治ってるから、みんなもう特に気にせず接してください。てな感じで、ジョンラジぜひ聞いてください。ジョナラチャンネルも見てください。明日は現地で、明日はね、私は生誕 T シャツ着て花冠かぶります。一緒にね、もしね明日来るよって方は生誕 T シャツをお揃いにしましょう。明後日はハロウィンのコスプレなので、一緒にハロウィンを楽しみましょう。そう、オンラインチェキ会の方も、写真、ツーショット写真会も今応募してるんで、よかったらぜひ参加してみてください。こう現地でトーク会より参加しやすいと思うので、なかなか現地にね行くってまだ難しい方も多いだろうし、やっぱね、あの、行きたいけど、行ってみたいけどどんなところかわからないし、ちょっと一人では行きにくいなっていう方もめっちゃ、っていうかもういると思うんですよね。 SKE ファンの方に限らず、いろんな方で、だからそういう方とかすごい行きやすいんじゃないかな。恥ずかしいとか、ちょっとなんか気まずいとか、緊張するって方はぜひオンラインの方で一度遊びに来てみてください。まあお試しでもいいからね、遊びに来てみてください。私だったらまずオンライン参加するかな。もうアイドルな、アイドルとかそういう好きな、自分の好きなね芸能人の人のトーク会ってやっぱ初めて、
初めて一人で行くのはちょっとみたいな、行き方もわからんしってなった時に、オンラインがあるんだったら一回オンライン行ってみるかな。で様子見て、よしじゃあ次現地行ってみようってなるかも。まあ逆の人もいるかもしれんけどね。そうそうそう、オンラインがちょっと緊張しちゃうって方もいるかもしれんしね。こんばんは。最近めっちゃなんか食べる仕事が多くて太ってる気がするんですよね。だんだん太ってる気がする。気をつけないと。でも本当にマジで毎週必ず何か食べるお仕事してる気がする。ちなみにおとついも食べた。ちなみに今日も食べた。大垣でも食べる。ジョンラジでも食べる。食べるの多いです私。めっちゃ食べてる気がする。そうでも全部もう美味しいんですよね。すべて美味しくて。美味しいからまあいいやってなっちゃうんですよね。こんばんは。美味しいのはいいこと、そう、いいことなんです。咳ってさ、一回すると止まらんくなるよな。でも不思議なことに仕事中はあんまり出ないんですよ。仕事中もなんかでもご飯食べてる時たまに咳が、うわやばい咳出るって思う時があって、今日もそうだったんですけど、一回咳出ると止まらんかった。最近讃岐うどん食べた？食べました。今日まさに今日、今さっき。夜になると、夜になるとって夜に全然限らんのですけど、ほんと夜に限らない、朝昼夜同じリズムで咳が出る。なんかね、何かに集中、わかりますか、なんか何かに思いっきり全集中してる時は出ないけど、ふっとした瞬間に出る。でも安心してくださいね、元気なんで。何度も言いますが、あ、温かいうどんにしたらよかった。今日はね、あのかけぶっかけにしました。冷やし。リラックスしてる時に、あー多分リラックスとかふとした瞬間、気が抜けた瞬間とかかな。咳って何の診断された？不明。肺まで調べました。 CT 検査もしたけど異常なしでした。でも気づくと治ってること多いよって言われてるので、もう治るまで薬を飲み続けて今そんな感じです。
CT も取りました。アレルギー検査もしました。アレルギーは杉とあの花粉だけでした。咳止めは粒の薬、固形のやつですこんばんは。こんばんみみが伸びた。明日会いに行きます。本当ですか？嬉しい。待ってます。気をつけてきてください。愛知なんか工事しとるみたいよ。あ、でも車で来られる方もいるか、飛行機の方もいるし、いろんな方いると思うけど、なんか工事しとるらしいから、あのちょっと早めに来た方がいいかもしれんらしいよって言っとった今日。あーそうそう、高速道路は通行止め。そうそう、なんかそういう風に言っとったかも明日券取ってないのちょっと後悔後悔だわそれはでもまた来れる日にぜひ来てください。ハタゴンの声好き、ありがとう。今度は遅刻しないように行きます。お、もう気をつけてきてくださいね。とにかくとにかくとにかくね、安全運転でよろしくお願いします。くす、咳止め、咳止めくせのと歌う時に声出してるのとね、確かにね、喉カラッカラになるしね。それはそう。うわ派手な画面、いやそう本当ですよ、ハロウィンって感じの、もうハロウィン。扁桃腺炎とか、そう扁桃腺炎だったんですよ。急性扁桃腺炎だって、そこから治らない感じです。ハタゴン探し物見つけましたよ。あ、ありがとうございます。理解理解。わーい。今回は1日ぐらいしか行けなかったから、次回はもっと行けるようにします読めなかった。もう1日でもすごい嬉しいです。でもやっぱね、もっと会いたいなって気持ちもあるから、お仕事はね大切、無理せず次お話ししましょう。グループトークって、あ、ちょっと読めなかった。グループトーク会ってどんな感じですか？日曜初めて、あ、今回私は西ちゃんと一緒にするんですけど、なんか本当に3人で話すって感じです。私、西ちゃん、ファンの方って3人でなんかのんびりまったりと話してます。って感じかな。ぜひぜひ気軽に遊びに来てもらえたらね、二人ともいっぱい喋る。西ちゃんもね、ちょっと私西ちゃんは初めましてなんですけど、きっと楽しい面白い子だと思うから、明日ちゃんは明後日で仲良くなれるといいな。3人で初めましてっていうのもね、ちょっと面白いかもしれないし、早くハタコに会ってみたいな。それは合わないと損ですよ、本当に合わないと損。もう私に合ってない世の中の人はもう損してるおーちゃん曰くカオスだったってカオス、まあそうやね、そうやね、そうやね、まあそうやね、話したことない、もしかしたらそうやね、なかなか同じ地なんだろうね、話したことないメンバーとね一緒だった場合カオスになるかもしれないけど、それはそれでグループトークの面白いところじゃないかな気まずく3人気まずくするのちょっと面白いねちょっとなんか
私からするとすごい面白いけど、西井ちゃんとかからするとちょっとなんかやっぱね、緊張したりするんじゃないかなって思うから、ちょっとみんなで3人でねお話できるようにしたいですね。一押しと二押しの組み合わせだと逆に行きにくいかも。あー逆にね、気まずいね。それは気まずいのは私たちは気まずくないから。一押し二押しってしてる方の方が気まずいだけだって、私たちはそんな気まずくないから、ぜひ。体育座りなう。今日の夕食はうどんでした。今日はもう簡単にサクッと、なんなら今日は食べるお仕事 してたんで、食べてきたんで。ハタゴンは、自分はハタゴンのペアと話すように心がけて、ハタゴンのペアと話すように心がけてます。ハタゴンのペア、あ、ペアの 子たちと、ペアの子もってことですよね。そうそう、やっぱでもそういうの嬉しいですよね。やっぱなんかさ、これ結構前だけど、昔の善悪ってあったじゃないですか。本当に握手会、昔の握手会、もう本当に何だろう、自分の推しのところに行くじゃなくて、メンバー2人でファンの方1人、3人で話すみたいなやつあったじゃないですか。流れ作業みたいな感じで握手握手して、もうバイバイってやるやつあったじゃないですか、覚えてますか。もう5年前、嘘、6年、私がまだ研究生の時とかです。超懐かしいよね。でもなんか今は全然そんなことないけど、当時は本当に何だろう、そんな優しい現場ではなかった記憶がある。今は本当にみんなすごい優しくて、初めましての方でもなんかね、ちゃんと目を見てお話してくれて、聞いてくれて、グループトークの時もすごいなんかファンの、私のファンの方じゃないけどめっちゃ優しくね接してくれる人しかいなくて、むしろやっぱでもその当時は握手とかね、握手2人するのに握手してくれない人とかもいたりしたから、今だから言える話だけど。そうだから、あ、めちゃくちゃでもそのメンバーさんにめっちゃ一途な方なんだなって、でも私にもちょっとでいいから見てほしいなっていう気持ちでその時はいて、そうそう、単押しすごかったもん。単押しの方とか、なんか全然こっち見てくれないっていう思い出もあったから、なんかすごい今そんなこと全然なくて、みんな優しいなって。ね、当時、そうね、そうね、そうね、早かったもんね。なんか、こんにちはって言って話す前とかにもうバイバイとかめっちゃ早かったですよね。めっちゃ記憶にある。え、早みたいな。握手してこない話、メンバーの誰かめっちゃ本当ですか？本当ですが、でもその時はすごい悲しかったな。だから、善悪ってすごいな、今は全然そんなことないけど、善悪ってすごいなんか、しゃ行くぞみたいな、私の中では気持ち気持ちいいみたいな、負けんじゃねえ自分みたいな気持ちで言ってました。でもその分自分のファンの方がさ、来てくれるとめっちゃホッとするんですよ。来てくれた、やっとみたいな。だから高畑のファンの方は全くそういうことはなかった、本当に平等だった。だから、うん、自慢の
ファンの方だなって今でもすごい思います。3人同時に話されたことがある。それそれ大変だもんな。それは大変だ。初期の頃の社長善悪すごい一生懸命だったイメージ。一生懸命だったかもしれん。今も一生懸命ですよ。今も一生懸命だけど当時も一生懸命だった。確かにね、全く知らない子だと何話していいか分かん、確かにね、それはある。困るよね。困るけど、でもね、そういう方ってね、分かるんだよね。私たちから見ると、あ、すごい初めましてですごい緊張してるって緊張してるなって。で、私の方から喋ろうとするとお時間ですって言われて、ごめんねって。懐かしい。いや、善悪で、確かにな、頑張ってた。善悪タオル回してたもん。タオルブンブン売ってましたよ。ういういしい。確かにね、推しに話しかけるだけで時間なくなることね、ありましたよね。あれ本当に早かったですよね。だってあんな短い時間で2人3人とね同時に話すって大変ですよね。最初の頃、はじめましてハタゴンですってよく言ってたような、めっちゃ言ってましたね。はじめましてハタゴンです、はじめましてハタゴンです、いやそれさっきも聞いたよ、ごめんなさいって。この繰り返し、はじめましてハタゴンです、この前も来たよって、あ、すいませんって言ってましたもん。あ、この前も来てくれとるって。そういう時ってさ、もうそれが癖になって、はじめましてハタゴンですっていうのが癖になって、知ってる人の前でも言っちゃうんですよ。もうそれが癖で、人の前、人を前にするとそれを言っちゃうみたいな。めっちゃ言っとった、初めて会った時ハタゴに見とれて言葉出なかったお前。本当ですか、嬉しい、それは嬉しい。ういういしい感じが、ういういしかった。今もういういしいよ。今はういういしくはないか。夏。ハハタゴンのお話大好きです。ほんまですか？ありがとうございます。善悪復活してほしい。でもたまにでいい、善悪が。善悪たまに、たまにがいいな。と、個別のと個別があって、ほんとたまに、あ、衣装着るやつね、衣装着て。たまに。でもなんかあれですね、出会ったことないファンの方に出会えるチャンスでもあるかもしれない。いつも K2 しか行ってないんですよっていう人とかにも会えたり、いつも S しか入ったことないんですよっていう人にも会えたりする、出会ったことない人と出会えるチャンスかもしれないって思うとすごい楽しみですね。それはあるね。そう思うとすごいワクワクする。あ、こういう今日はこの人に出会えたとか、輪を広げれるチャンスかもしれない。
ね、アピールチャンスでもあるし、普通にあなんか出会えてよかったって思えるかも。またチームインにも遊びに来てねって。だってグループトークですらナッキーさんとこの前したんですけど、ハトゴンはじめましてって来てくれた方も結構いたから、まだ出会ってないファンの方はいっぱいいるんだと思って、だから私もはじめましてって言いました。社長お疲れ様です。お疲れ様。昔は善悪が多かったってこと？ちょっと分かんないけど、星マークが。ワンショット動画会懐かしいですね。 AKB さんのやつですよね。うわ懐かしい。よく行ってましたもんね、週末に。善悪は行きやすい。あ、そうなんですか。フラッと行きやすいんですか、善悪は。こんばんは。今何時？あ、今日なんかエヴァンなんとかバイオレットみたいなアニメ してますよね。それ面白いから見てって言われたんですよね。今はフィルム越し。そうなんですよ。初めて高畑さんに行った時、対応良かったから支援してしまったよ。ありがとうございます。よかった、ありがとう。好きになってくれてありがとうございます。本当に嬉しい。あ、ショールーム禁止ワード増えたんだ。確かにね、星ばっかりだと分からんくなるもんね。明日は早起き。今日も早く寝る努力しよう。明日のファッションは生誕 T シャツ。何に合わせるかはこの後決めます。寒いのでね、みんな一応上着は持ってきておいた方がいいかも。そうね、今は現地でトーク会っていう名前がねついてますけど、現地でトーク会だってすごいよね。ね、みんな遠いとこから会いに来てくれたりね、お仕事貴重な休みの日にね来てくれたりするからね、本当にありがとうって気持ちです。気をつけて来てください。もう本当に帰るまでが現地でトーク会。もう家から一歩出た瞬間から現地でトーク会はスタートしてるんで、みんな気をつけてきてね。楽しみにしてるから、楽しみにしてて。
今日の夜の準備からスタートしてます。うわ素敵。もう遠足前の学生じゃないですか、もうそれ。でも嬉しいです、そうやって楽しみにしてくれるの、めっちゃ嬉しい。ファンの方は大切に。こんばんは。ジョナジ聞いてくれてました。カーステで聞いた。カーステって何？でもね、何にしろ聞いてくれてありがとうございます。久しぶりに行けるかも、31日かもしれません。楽しみにしてますよ。寝不足。もうそれはもう早く寝んとね。バナナおやつですか？それ聞く人絶対いますよね。私が学生の時も絶対にいた。車のステレ、あ、本当ですか？ありがとうございます。車のラジオ、私の母もよく車でジョンラジ聞いてくれてます。ジョンラジ聞いてくれてる、車の中で。てか FM 香川聞いてる、ずっと。嬉しい。一緒にハロウィン満喫しましょう。明日明後日は県内からショールームで我慢しております。あとツイッターの写真とかモバメ見てね。ママゴンのグッズね、母も考案したグッズね。母めっちゃラジオ聞いてくれてるから、めっちゃ聞いてる。めちゃめちゃ聞いてくれて恥ずかしい。新社屋初めて入りました。初、めっちゃ綺麗。こんばんは。香川の代表的な方言は、そうやなとか、そうやなとか、え、代表的なんだろう、ジョンナラン。ジョンナランです。え、ほんまにみたいな、とかびっくり、ジョンナランめちゃくちゃみたいな、ジョンやんそれみたいな、ありえんとか、いろんな使い方する。それジョンならんわとか、それありえんわ、それジョンならんくないみたいな、うん、いろいろ使ってました。こんばんは。名古屋はハロウィンパーティー、うん、31日の現地でトーク会はもうSKE 丸ごとハロウィンパーティーかもしれない。愛知スカイエキスポはハロウィンパーティーしてると思う。腹起きた、あ、腹起きた。あんまり私の世代では言わないけど、おじいちゃんおばあちゃんとか言ってましたね。もう腹起きたとか。あくびが出ました。最近イカゲーム見ました。イカゲームってみんな知ってますか？私最近見たんですよ。私の割には流行に早かった。ネットフリでイカゲーム見たんですけど、
みんなね、なんで、まあ面白かったですよ。面白かったっていうのは、まあ面白かったっていう前提で聞いてくださいね。いやー、みんななんでああいうのをね、ハマるんやろうな。まあでもストーリーとかは、うわすっごみたいな、うわよくこれを映像にしたなとかね、昔の日本の昔遊び、かくれんぼとか綱引きとかけんけんぱーとか、日本の遊びをちっちゃい時必ずみんながやってきた遊びを大人たちがやるんですよ。お金をかけてやるんですよ、そのゲームを、日本のゲームをね。でそのゲームにクリアできない人はみんなそこで終わりなんですよ。クリアできた人だけ次のステージに行けるっていうやつなんですけど、いやーもう1話からもう衝撃で、えみたいな、これゾゾゾみたいな感じでした。だからちょっとみんな一回見てほしい。でも面白いですよ、面白いですけど、なんか物語がめっちゃおもろい。うわこれ作った人天才やなって思う。このね作品作った人天才だと思う。ちょっとグロい系、ちょっとというかかなりグロい。私こうやって 1.5 倍速で目を細めて飛ばしながら見ました。うわー好きそう、タリさんとかサトカオ好きそう、グロい系。でも言うて鬼滅を見てる時点で割ともう慣れてるんですよ、そういうのは。けど鬼滅より、鬼滅はアニメの生々しさ、けどこっちは人間、もう本物の人間の生々しさがあるんですよ。ちょっと見るにうってなるところもあったけど、おもろかった。ぜひ何の紹介ってで最近そのイカゲームを一晩で見ました。飛ばしながらだからすぐ見終わりました。なんかさ、みんながネタフリってすごいなんかあれじゃないですか、流行の最先端というか、鬼滅もネットフリで知ったし、みんなが見てるやつやっぱ目を通したいなってなるじゃないですか。やっぱみんなが見てる人気なやつって面白いんですよ。あー、みよまるとか好きそうやな、そういう系好きそう、勝手なイメージだけど好きそう。ちょっとグロい系イカゲーム誰に紹介してもらったっけな、菅原だったっけな、ちょっと忘れました。でも誰かから聞いて、まあ、イカゲームの話メンバーとかよくしてるんですよ。だからイカゲームって何とか思って見たらネットフリの作品だって、あこれかめっちゃ人気やんってなりました。
東京リベンジャーズはもう続きが出るまで今もう我慢してます。最新話まで見ました。まあ一番私の中で今一番のトップが東京リベンジャーズ。鬼滅も面白かった。でまだ続きあるから楽しみ。東京リベンジャーズが一番楽しみ。早く全部見たい。大富豪イベント始まりました。そう、今回鬼滅、鬼滅じゃないや、その7D2 とかその一緒に 7D2 でできるやつなんですけどね、こういうね機会ないのでみんなでやりたいなと思って発信しました。でも今回スギちゃんがね一番になって、こういうメールが、こういう連絡が来たけどみんなどうって発信してくれて、私まだその連絡見て来てなかったんですけど、えこんなのあるんじゃんって。でもスギちゃんがねやっぱ卒業するから、スギちゃんがねしたいって言ってたから、みんなでね力合わせて 7D2 で大徳さん出れるように頑張ろうってLINE しました。ねえ、スギちゃんも最後だと思うしね、 7D2 で出れるの。ちかっぱ祭りもあるけど多分それより後だから、収録とかだから本当に最後のお仕事、最後の収録になると思うから、みんなで楽しくやりたいなと思います。どんなちきました、ありがとうたたこの T シャツ、小豆島のオリーブ色、正解。ちょっとね実際で見ると黄色っぽいクリームなんですけど、こうやって画面越しで見るとちょっとオリーブっぽいですよね。確かに可愛いよねこれ、この色。また白ばっかり、また言われる、また白ばっかり着とる。そうなんですよ、また白ばっかり着とる。白以外着たいのにまた白着とる白以外着たいっていう気持ちはあるんですけど、選ぶのが白なんですよいつも。ポケット大きいの可愛いよね、こう携帯入れれるし。ちなみにこれユニクロ、ユニクロで可愛いの見つけたから。そうブルベだったんですよ、衝撃。みんなイエベとかブルベとかって知ってます？イエベブルベってわかります？あのファンの人はブルベとかイエベとかわかるかな。私前も多分言った記憶あるかな、ブルベイエベみんなわかるってあわかるよ、単語だけならそうだよね、ブルベイエベとか言わんもんね普段。私もみんなが言うまで知らんかった。イエベはイエローベースのことで、うわーなんだっけな、見とけばよかった。まあイエベはイエローベース、まあ瞳の色が茶色だったり色素が薄い、色素薄いはちょっと嘘で、ブルベはブルーベース、瞳の色が黒で、私はイエベだと思ってたんですよ。肌質もちょっと黄色いっぽいし、オレンジメイクよくするし、絶対そのイエベだって思ってたんですけど、まあ簡単な検査のやつで調べたらブルベ夏だったんですよ。まあいろいろ難しいんですよ、イエベ春、イエベ秋、イエベ夏、イエベ冬はないか、まあそういうのいろいろあるんですよ。
でブルベ、夏ブルベ、冬みたいなのあるんですけど、私はブルベ夏っていう結果になって、ブルベ夏っていうのは瞳の色が黒に近い、あと血管が青い、私血管青いんですよ。血管がこう緑の人はイエベなんですけど、私は血管が青なのでブルベ。ここが決定的な瞬間、決定的な分かるやつ。自分の血管見て、自分の血管が、あ、ちょっと自分緑やなと思ったら、あなたはイエベです。ちょっと、あ、なんか青っぽいと思ったら、あなたはブルベです。いや、心理テストじゃないです。これは自分に合う色、自分に合う色、雰囲気を確かめるやつ。テストじゃなくて、そういうカラーコーディネートみたいな感じです。診断。わかりやすいのは自分の血管です。血管と瞳の色、真っ黒か黒か茶色。私ブルベだったんですよ。わかんないですよ、ちゃんと。もう本格的に調べたら違うかもしれないし、自分で調べたらブルベ夏だった。だからそのブルベ夏っていうのは、まあ、要するにパステルカラーが似合うらしい。パステルのちょっとくすんだ柔らかい色、あと白、よかった、白があったの一番ホッとした。白似合う。あと茶色とか、あと爽やかな青、これこんな感じ、こんな色、なんか真っ青じゃなくてこういう色が似合うらしい。私はらしくて、お、自分この色絶対挑戦せん色やわと思って、パステルとかも全然着てないわと思ったけど、ちょっと変わったよね、自分の中で。似合う色、これが似合う色かって見るようになりましたね。だからみんなも自分の血管ちょっと見てみてほしい。で、ブルベ夏は上品なおしとやかな感じなのってすいません、上品なお姉さんって感じのイメージらしい。まあそんな感じですわ。まあ私はブルベって言われて、ブルベって診断が出たにもかかわらず、自分の中ではまだイエベだと思ってるんですけど、本当は何べか分かりません。上品なイメージなんだって、ブルベ夏は。でも芸能人で言うと石原さとみさんとか、めっちゃブルベ夏の女優さんね、ブルベ夏の女優さん調べたんですよ。そしたらめっちゃ可愛い人ばっかりで、石原さとみさん、新垣結衣さん、あと橋本環奈さんもそうだった。橋本環奈さんは瞳の色は黒じゃないけど、多分血管とか他いろいろあるんですよ、体質とかもあるんですけど、診断の結果は瞳の色だけじゃないんですけど、橋本環奈さんとか、あ、誰がおったっけな、浜辺美波さんとかブルベ夏一緒だって、こんな可愛い人たちと一緒みたいな感じで一人でテンション上がった夜でした。9時36分、そろそろ配信を終了してお風呂入って明日の準備しないとね。なるほど。
寒いかな、アイティスカイエキスポの10月後半って。でも確実に前回よりは寒いよね。もう11月だしね。スクショタイムしようかな。そうですね、もうスクショしとこう。顔疲れてるわ。よし、じゃあ今日は何にしましょうかね。何の話したっけ今日。でも生誕Tシャツって T シャツだから、生誕Tシャツをどう暖かくしたらいいんだろうね。ちょっと今から選ぼう。明日、今日29日肉の日。善悪個別。何がいいかな。まあとにかく無難のピース。お膝こんにちは。声でかお膝こんにちは。中心行こうか。なんやこのポーズ、腹立つポーズやな自分で突っ込む。はい、ポーズ。ねえねえやっぱやめとこう明日のお楽しみやな。はい、ポーズ。なんかエクボに見える。エクボある人羨ましい。エクボ欲しかったな私、ずっと思う。エクボありたかった。どっちか片一方エクボでも可愛いし、両方エクボだとなお可愛い。オッケーかな。いっぱい撮ってくれたと思います。エクボは恋の私だなココ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 って歌ってた昔、ももクロさん。サンタ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 みたいなありましたよね。サンタサン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 タサンタサン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 タみたいな歌ってた。懐かしい、思い出しました。てな感じで、今日のショールームは以上となります。明日明後日現地でトーク会よろしくお願いします。そして現地でトーク会の締め切りも迫ってきておりますので、遊びに来たいって思ってくれてる方がいらっしゃったら、ぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。ツーショット写真会も待ってるねということで、じゃあこの後はみんなラジオを聞いてねチャンネル見てねおやすみなさい。ありがとうございました。皆さん早寝早起き、明日頑張ってください。ほなまたね。1週間お疲れ様でした。バイバーイ。お疲れ様。